いチーズ。やっぱいるかなと思って。ゆるゆる。安全な結婚生活を手に入れたと思っていた。あの隣人が来るまでは。やっぱり私たち繋がってますね。はい。なんで健太くんだったの？あえて後戻りできない状況に自分を置きたかったの？望月隼人って知ってる？隼人さん、君に会いたいって。お前あいつに1000万貢いだよな。体売ってさ。そうだよ。全てを捧げるからこそ愛は永久不滅で、その他は愛に近いもの。サイコパスかよ。一方的な片思いをいつまで勘違いしてるの。現実をバカにしないでよ。そもそもこうなったのはお前が俺をただの俺としか見てなかったからだろ。燃え広がる彼女の愛をあなたは受け入れることができるか。これが私の愛、愛し方の結末だとしたらすごい。熱の後に